森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者、1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家、出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント、30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。こんにちは、森山です。質問が届いています。20代会社員男性からの質問です。大人の発達障害の者の就業術について教えてください。大人になって正式に発達障害と診断されました。自閉スペクトラムがメインで ADHD も少しあります。比較的軽度ということもあり、障害者手帳は申請していません。仕事は非営利法人の代表をしています。妻子もいます。両親同様、整理整頓が苦手で、特に収納が苦手です。事務机の引き出しに物を入れると、どこに何を収納したかがわからなくなってしまうので、自然と机上に置くようになっていて、机上が事務ができるスペースがなくなっている状態です。これも両親と同じです。両親は発達障害かどうかは、正式には検査していませんが、私は少なくとも片方はそうじゃないかと思っています。もしかしたら両親ともそうかもしれません。うまく引き出しなどを利用して収納する方法はあるでしょうか？それとも無理をせずに今のままでいった方が精神的にいいでしょうか？できれば発達障害の当事者かご家族の方のアドバイスをお願いいたします。僕も、30代で、大人の発達障害と診断されたんですけど、僕も片付けられないっていうので、結構散らかってるとか、掃除ができないみたいな感じだったんですけど、発達障害って分かって、いろいろ自分なりに、研究して、収納術の方法を、見つけまして、で、その方法が、5つありますんで、ちょっとそちらを、紹介したいなと思います。まず方法1、いらないものは捨てる。基本的に結構は、僕の場合だったら本当多いんですけど、いらないものをついもったいないか何か、ちょっと理由をつけて、置きっぱなしにしてしまうっていうのがありまして、ただ結構こう振り返ってみると、もう半年以上使っていないものとかっていうのが結構ありまして、で基本的にもう半年以上使っていないものっていうのはもう基本的に必要ないので、そういったものがあれば全て捨ててしまうと。まずは結構掃除とかするときに陥りがちなんですけど、片付けとか収納っていうのも大事なんですけど、それ以前にまず物を減らすと。物が多いと、整理整頓どころではないので、まずはそちらをやっていただくと。で次に方法2なんですけど、床に物を置かないと。これもちょっと、ありがちなんですけど、結構僕も、自分の部屋こう床に物を結構置きまくってしまうんですけど、足の踏み場がないみたいな状況になっちゃうんで、床には物を置かないように、して、
まあ基本的にはもう床はもう、何も、置かないようにすると。でまあ、歩きやすいですし、まあ、綺麗にであると。で、次に、方法3なんですけど、普段使わないものは出しっぱなしにしない。まあ、これも大事なことなんですけど、結構使ってないけど置いてるっていう、まあ、僕もあるんですけど、机の上とか本当に使ってないものを置いてるっていうのが結構ありまして、まあ、それで使ってないものに関しては、まあ、基本的に、決めた場所とかに、まあ、直すという感じなんですね。で、まあ、基本的にもうとにかく、まあ、そういう感じで、意識しながら、本当ね、もう意識しないと本当にもうほんまにいらんもんとか、全く使ってないのを置いてるっていうのが結構あったりするんで、まあ、ちょっとその辺も意識していただければなと。で、方法4なんですけど、洗濯して、まあ、乾いた服などは、畳まずにハンガーにかけて収納すると。まあ別にまあ洗濯以外で、まあ、要は服とかに関しては基本的にもうハンガーで収納すると。もう畳もうとするからめんどくさいんで、畳まないみたいな感じなんですけど、そんな感じで、まあ、いかにこう、まあ、ズボラって言ったらあれなんですけど、いかにこうズボラに、収納したり、片付けるかっていうところを意識しながら、まあ、そんなに本腰入れて、まあ、やらないっていうのが、やっぱり発達障害というのはどうしてもちょっと、片付けとか収納っていうのが、まあ、苦手なところが、まあ、あると思うんで、その苦手なところにあまり時間を費やしても、結局どんだけ時間費やしても苦手なことっていうのはそんなに人並み以下の本当に状態なんで、そんなものに時間を割くよりはやっぱり人並み以上のことに時間を割く方がよっぽどいいので、なのでまあ、ちょっとそういったところでまあ、ちょっと意識しながらやったらいいかなと。で、あとまあ方法5ということで、物を置く場所を決めると。でその場所に、そのものも、名前や写真を貼ったりとかで、出したら必ず戻すと。まあ、この辺を徹底すると、まあ、収納に関しては困らないかなっていう感じなんですけど、でまあそういう感じで、まあ、視覚的に要は中に何が入ってるかとかが分からないから、どこに何があるかとか分からないんで、それだったら最初からその、収納してる場所に何が入ってるのかっていうのを写真で撮っといて、それをこう貼っとけば、あ、ここにはこれが直してたなっていうのが分かるっていう感じなんで、要は視覚ができてないからもう要はわけ分からんようになっちゃうんで、まあ、その辺でこう、まあ、やっていただければいいかなと。で、まあ、あと、まあ、まあ、もう一つ、まあ、まあ、おすすめするとしたら、まあ、ちょっと先ほどもちょっと言いましたけど、まあ、基本的に苦手なこととか、まあ、人並み以下のことをいくら努力したところで、まあ、本当に人並み以下にちょっと、まあ、マシになったとしても、まあ、たかが知れてるわけなんで、ということは、もう最初から、人に任せる、まあ、つまり家事代行サービスとか、要はまあそういう掃除専門でやってくれる人に、まあ、お願いしてやってもらって、その収納自体はもう自分でやらないっていうのも一つの選択なんで、まあ、基本的に、まあ、そういう感じで、まあ、考えてやっていただいたらいいかなと。非常に大事なことなんですけど、何でもかんでも自力でやろうとする方が結構まあ多いんですけど、まあ、僕も、まあ、僕はまあ、
去年ぐらいから独立して、で今、コンサルの仕事とか、まあ、パソコン教室の仕事とか、パソコンサポート、まあ、修理の仕事であったりとか、ホームページ作成とか、まあ、Excel VBA のプログラミングでシステム開発の仕事とかしてるんですけど、で、まあ、パソコン教室とか、まあ、コンサルしてて本当に思うんですけど、自力で全部やろうっていう方が結構多いんですけど、もう正直それだと時間がかかって仕方ないんで、基本的にやっぱできないことっていうのは、まあ、いくら頑張ったところでたかが知れてるわけですよ。ということはそこに関してやっぱりできる人にお願いした方が早いわけなんで、なのでまあ、もし今、最初にお伝えした方法5つを、まあ、自分でやるとしてもなんかもうちょっとできないなってなるんだったら、むしろもう家事代行サービスとかその掃除のプロにお願いした方がよっぽど早いんで、なのでまあ、ちょっとそういう感じで考えてもらえればいいかなと。ただまあ掃除のプロに頼んだとしても、そのいらないものとかを捨てる判断というのは自分しかできませんので、まあ、そちらに関してはやっぱり自分で、もう本当に何かしら基準を決めて、まあ、半年以内に使っていないものは全部捨てるとか決めたら、もうそのものは全部捨てちゃうっていう感じで、まあ、物とか減らすっていうのはまあやっていただいたらいいかなと。まあそういったことをまあ試していただければ収納できるかなと、いうことです。ありがとうございました。番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いてらっしゃるんですよね。教室の名前義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。